はい、おはようございます。今日はね、もう冒頭からお部屋でございます。っていうのもなんかね、今日てかさっきかコストコに行ってきて、まあ、ちょっと他の YouTuber さんとかいろいろ見てて食べたいなってものがあったんで、ちょっといろいろ買ってきて食べていこうと思います。でね、とりあえず今回買ってきたのが、まあ、定番のね、これとディナーロールだっけな、そう、ディナーロールと、あの定番のね、これティラミスと、なんだっけ、このビーフ3つ買ってきました。僕、まあ、甘いものが好きは好きなんですけど、昔からね、ちょっと量を食えなくて、さすがにちょっと飽きちゃうんじゃないかと思って、このしょっぱいものと、まあ、付け合わせでね、パンをってことで、まあ、でもこれちょっと、多分全部は食べないんですけど、一応今回ね、付け合わせっていう感じで買ってきました。ってことで今、ね、ちょっと準備したんですけど、まあ、多分、グラム的にはこれが2キロないぐらい。で、これもなんか2キロないぐらいみたいなんで、まあ、実質4キロぐらいあるみたいで、普段食べている量からすればね、まあまあ甘いのもしょっぱいのもあるから、余裕でしょってことで、まあ食べていこうかと思っております。じゃあ、早速、いただきます。じゃあ、まずはね、今日のメイン、このティラミスから、いきます。いや、くせぇ。うふ、見てこれ。いただきます。はい、ルー。あ、うめぇ。うめぇ。なんかね、やっぱね、コーヒー風味強くて、見た目よりもね、甘すぎずに、クリームも、ね、とっても滑らかで、めちゃめちゃ美味しいんですけど、まあ余裕でしょ。2キロぐらいあったら。ね。こっちのご飯のやつも。見てこれ。牛肉がね、ゴロゴロ入ってんの。こんな感じで。いいやった。あ。あ、ほんま。うん。でね、お値段がね、ティラミスが1380円。で、ガーリックライスが1931円。3000円ちょっとで4キロ買えるんだったらさ、まあ、普通のご家庭だったら、全然一家族分ぐらいのご飯にはなるから、外食とか考えたら安い方だよね。うん。いや、これ。余裕でいけるわ、多分。うん。思った以上にね、底がめっちゃ深くて、食べてるつもりだけどね、なかなか減らない。うん。あ、とりあえず今日はお水。で、これディナーロール。パンね、パン。絶対焼いた方がいいな。乗せたら絶対うめんじゃねえかと思って。あ、うん。なんかね、うまいんだけど、スポンジが増えた気分になるな、これ。うまい、まあ、うまいけど、うん、ティラミスが増えたって感じ。ガーリックライス安定にうまいな。うん。正直本当はね、まあ、みんなこれはやってるから、コストコのハーフサイズ、ハーフシートかなんか、48人前ぐらいのケーキがあるんですけど、まあ、それ、ちょっと買ってやろうかなって思ったんですけど、ちょっとネットで調べたらね、それだけでも4、5キロぐらいあるらしくて、まあ、ちょっとね、断念したよね。うん。
まあ、でも一応食べきれなくてもね、保存は効くので、まあ、次、これね、今日食べれたら、まあ、ちょっと次行った時に買ってこようかなと思ってます。甘いもんって、お腹にきますよね。すぐお腹いっぱいになる。うん。今ね、ちょうど、多分半分ぐらい。今ね、結構ね、お腹いっぱいなんだけど、でも別に大食いの YouTuber さんじゃない人とかって結構ね、これ、まあネタにして動画撮ってたりすると思うんですけど、食い切れてない人にしろ、まあね、結構ほぼあと3分の1ぐらいまでいってて、めっちゃ気合入れてんなと思って、でも普通、無理じゃないですか。まあ多分なんか一般的に飲食店行くと、まあラーメン屋さんとかは、多分一杯ね、まあ汁込みでも 500g とかぐらいしかないと思うんだよね。もうちょっとあんのかな。でもね、これがそれ、量で言ったらラーメンの3、4杯分ぐらいこれだけであるわけ。それをなんか普通の人が食えんのってめちゃめちゃすごくないですか。でもお腹いっぱいじゃん。うん。で、ちょっとね、ディナーロールはね、焼いた方が美味しいことが判明したんで、ちょっと今、3つほど焼いていきます。で、今、こんな感じで、ディナーロールを3つ、ちょっと焦げちゃったけどね。3つと、ちょっと汁物がなかったんでね、カップ麺を作ってきました。はい。これ。ゆうちゃんラーメンさん。これ、お店はね、前も動画とかでも2回ぐらいかな。もう撮ってはいるんですけど、豚骨ラーメンのお店でね、このラーメン自体は期間限定で発売したから、もしかしたらもうちょっとね、店頭には並んでるのか並んでないのかちょっとわかんないんですけど、近い方はお店にも行ってみてください。もううまいことは保証します。もうめちゃめちゃうまいです。よいしょ。はい。はい。あったたったた。こんな感じ。ああ、うめ、あ、うま。ちょっとね、多分ね、早すぎた。ちょっと麺硬いわ。でも美味しい。ちょっとディナー、あっつい。ディナーロールをね、あっつい。なあ、これこう？これこうじゃない？これこう、サンドして。ちょっとね、見栄えは悪いけど。いただきます。圧倒的に焼いた方がうまい。まあそりゃそうだって話なんだけど、うまい。うん。うん。甘いな。やっぱね、人間限界までっていうか、きついところまで甘いもの食べるとね。しょっぱいもん食ってもね、復活はしないわ。残すはね、デザートってことで。あとね、こんぐらいなの。もうこんぐらいしかないんだけど、この量あるとさ、もう十分普通にお店に行った時に、1人前以上ティラミスあるよね。そう考えると何人前入ってんだろう。うん。うん。ごちそうさまでした。はい、ということで、甘いもんってやっぱ量食べるのってめっちゃきついね。うん、お腹いっぱいだ。はい、ということで今日もお付き合いいただきありがとうございました。
この動画が良かったと思ったら、コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。あ。